クワッドとは同じ数字のカードを4枚揃えた役のことです。日本では4カードと言います。ちなみに4カードは海外では通じません。クワッドのことを4 of a kind という人もいます。また、クワッドをクワッドと書く人もいます。クワッドはロイヤルストレートフラッシュ、ストレートフラッシュの次に強い役です。では実際にクワッドゲームの中で見ていきましょう。ギャンブラーヒカの手札は現在6、7で、共通カードが8、クイーン、6となってます。ここで KY さん空気を読まずにベットしてきました。いやー、結構ギャンブラーヒカの手札微妙なんですけど、ここは何かに引かれてコールで返します。そうです、リバーじゃなくてターンで6が落ちました。これで3カード、相手がもう一度ベットすることを期待してチェックをしたんですけど、残念ながら。で、ここで見てください。6が4枚揃いました。6のクワッドです。ここはもう攻めるしかない。1750のチップをかけました。ちなみにクワッドのができる確率は 0.16% です。かなり強い。